ー喧嘩バトルロワイヤル。はい、お疲れ様です。ちょっと雰囲気がやばいけど頑張ります。頑張ります。豊かな従業員で、名前何だった？修二君がおって、今回その何バトルロワイヤル？喧嘩バトルロワイヤル。喧嘩バトルロワイヤル。に出場するんだな。します。します。ちょっとわかりません。勝ちます。でも勝ちます。本当。はい。これなんかいろいろ自分でアップとかしたの。ちょっとなんかアイデアでアップしてみて。まあちょっと後でやってみます。入りづらい。入りづらい。ちょっと入りづらいよな。嘘。あ、ここはまあ控え室みたいなんだ。あ、みんなめちゃくちゃおるっす。からみたいなやつが多いっす。嘘。気まずいだろ。気まずいです。一人でずっとポケー。セコンドがおる。これ入ってこないですもん。場所わからんね。どうしようどうしよう。まさかの落ちのセコンド。セコンド。何よ。でも呼ばれた呼ばれた。すごいな。雰囲気がすごいな。あ、向こう行って向こう。なんかわからんけどめっちゃエロいな。緊張します。なんであれ子供と試合出ることなの？もともとキムケンが修二とたまたま知り合いであいつ出してもいいですかみたいな絡みからいいよいいよ出してってなんか練習も一緒にしようかみたいな。ああ、それでなったんだ。ここであいつが勝ったらブレイキングダウン出れる可能性もある。まああるんじゃない？それは勝ったりしたら、まあ名前残したら。クライマーのパチです。安野のクルシェーだ。全然キャラ違うじゃん。なんでいきなりだよ。あ、エチナライブの時に知り合ってて、なんかブレイキングダウンで見たくて、ちょっと練習したんですよ。その時は全然練習したいんで。あ、ブレイキングダウン出たんですか？あ、俺さんちょっと全カットされたんですけど、分けてなんかね、持てるんですよ。あ、本編じゃないけどなんかいろんなやつで。カットしよう。YouTube もやってる。はい、TikTok メインで。大変お待たせいたしました。これより裏喧嘩バトルロワイヤルを開催いたします。そして試合を鮮やかに彩ってくれるラウンドガール、メディカルガールのご紹介です。それでは入場ください。それでは第1試合目を始めていきたいと思います。レディーファイト。勝者赤。次ですね。続いて第3試合になります。ラウンドガールルーさんお願いいたします。赤コーナー小籔選手入場です。これが相手だ。相手だ。身長でかい。青コーナー、修二選手、ご登場です。緊張してる。頑張れ。ルー選手お願いいたします。修二行けよ。それでは。第3試合を開催いたします。レディーファイト。いけいけ。落ち着け落ち着け。寝とるぞ。おいナイスナイス。おい、ナイス！いいぞ！いいぞ！おい！で、行けよ、お前！いいぞ、いいぞ、いけ！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 審判次第ですあれ。え、インタビューいいですか？天の100人の1000万の企画。あ、企画。なんすか1000万？名古屋のめっちゃ見てますよ。なんならバズる前から見てます。あ、マジですか？ミッチーさんとかめっちゃマジでめちゃくちゃ見てますよ。出ていいですか？一緒社長とコラボで。え？ミッチーさん見てますよ。ミッチーさんとちょっと親方風のちょっとリュウジさん、めっちゃ見ちゃう。さっきまで寝てるよりきだった。次出れるとしたら出ますか？その出れるのこの。これ有名なやつなんでしょ、バトルロワイヤル。とりあえず今日の金は全員に戻せよ。ホテル代も全部戻せ。高くついたな。なんかお前余裕するの行くからよ。大丈夫ですか？よかったもん。だってその後の試合とか今最後の試合もなんか大した試合じゃなかったもんな。もう一番いい試合だったもんな。だから最後の20秒だったからお互い動けに勝った時間が俺はすげえ見てた。そこら辺からのよ動いてない人ダメなんですよ。もっと前動かない。あそこもったいない。気づいたら負けてました。あ、もう負けたか勝ったかも覚えてない。そう。もう記憶が飛んどるから。今ボヤボヤしてる。でもちょっと練習して勝てそうで勝てる勝てる。勝てますね。見た感じ別に全然なんか素人感ないもん。パワーあるもんな。パワーあってはまあ違う。18歳でなんで。相手。うわこのクソのいいの。あ、相手18歳。俺そいつより下じゃねえか。そいつより下負けちゃった。そいつより下負けちゃった。いやあれ結構いい試合だったよな。一番いい試合だったね。これは5試合ぐらい見て、あれから2試合ぐらいで最後取った。また同じか。4回目だけがなんかそういう試合なの。だから俺らがかけとる声なんてもう聞こえんだろ。耳に入らんだろまず。そこにいるかわかんない。明日残業な。明日仕事行けんぞな。めちゃくちゃ痛いと思う。起きたらな。今でも痛いなら明日も起き上がる。そう。何パスが入ってたの？反省会しよう。しこが。反省会しよう。歩いて帰ってこいよ。荷物はあんの？あ、もうこれだけ？もう乗るだけ？もう乗るだけ。でもほんまにすごいわ。でもほんまに。俺とか多分30秒で倒されるわ、修二君に。30秒もだんだ押せよ。いやこれ俺生配信されてたらめちゃくちゃ恥ずかしいんだけどな。生配信されてるんじゃん、バトル。ですよね。なあ。みんなになんか。多分出てると思うで。余裕だてとか言ったんだけど。絶妙言うじゃねえかよ。悔しいな。練習場。おい。セコンドなんかやってたか？いやこいつは存在まず分かんない。